おはようございます。たかしです。本日は8月10日火曜日。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日は陰線で終わっております。先週の週末にかけて陽線で3本上げてきたんですが、昨日月曜日は陰線で終えました。ただですね、この青の GMMA に支えられるような状態での陰線で終えておりますので、本日ここからもう一度陽線が立つかもしれないなというような感じがします。この GMMA で支えられてこのまま下抜けできないようですと、もう一段上、一旦は 153.441 というこのヒゲ先、そしてこの上ですね、156円ぐらいを目指してくるんじゃないのかなと思ってますが、上値も非常に重い状態ですので、そう簡単に上げてくるとは思いませんので、一旦の下落が来るんじゃないかとは思いますが、非常に分かりにくい状態にあるなというのが正直なところです。インジケーターは今少し弱含んできてはいますけれども、ちょっと方向感のない分かりにくい状態です。では4時間足です。4時間足もこの GMMA に今支えられるようにいますので、ここで支えられるようですと、もう一段の上昇があるんじゃないかと思っています。一旦はこの逆三尊を作るんじゃないかということで上昇してきましたが、この高値 153.441 まで到達できずに今下げてきてます。ただここの下落も調整の下落のように見えますので、しかも今ストキャスティクスは安値圏に差し掛かっております。一旦の上昇があるんじゃないかというふうに見てますので、もう一度このヒゲ先 153.3 付近、もしくは 153.441 というこのポイントですね、ここを目指して上昇してくると考えています。ただこの GMMA を下抜けてくると、ここのヒゲ先151円付近を目指して下落してくると思いますが、今はここでのレンジになるのかなとも思っておりますので、そうなりますと非常にトレードがしにくい状態だなと思っております。ただですね、もしここ 153.441 というところを4時間足単位で明確に上抜けてきた場合は、ここでの逆三尊完成ということで上を狙っていくと思います。そうなりますと結構上に加速がつくんじゃないかと思ってますけれども、今ここだいぶ上げ渋っているっていうのと、高値圏にあるということで、上抜けたからといってまた騙しで下落してくるという可能性もありますので、そこは安易に喜べないところではありますが、もし上抜けてきたらそこからの押し目買いで狙っていけるといいのかと思いますが、それ以外はちょっと今はすごくトレードがしにくい状態ですので、本日は静観かなというふうに個人的には思ってます。では1時間足です。現在はここオレンジのエリオット波動5波終了からの修正波に入っていると考えております。一旦のここのターゲットですね、ここ4波の終わりのところまではターゲットを達成しておりますので、ここで修正波終わりなのか、 38.2% の 152.45 というところまでもう一度下落してくるのかというところです。今はこの紫の平行チャンネルの中でなんとなく推移しているようには見えました。そして夜中ですね、ここの平行チャンネルが意識されているかのようにじりじりと上げましたが、今一旦下抜けてきましたので、この平行チャンネル割ってますので、このまま下げてくるのかなという感じもします。ただだいぶヒゲが出てて分かりにくい状態になりますので、1時間足でもトレードはしにくいなと思ってます。現在はこの直近高値の安値を下抜けておりますので、ここの戻しを待ったところでの下落になるのかなという感じもしますけれども、4時間足日足ともにここに GMMA が走っておりまして、今そこに支えられている状態ですので、やはり一旦上げてくるんじゃないかという感じがします。そうなりますとこのエリオット波動はこれで5波じゃなくって、今ここが4波なのかなという感じもします。 1,2,3,4 のもう一度5波、そしてこの 153.441 付近まで上げてきたところでの下落になっていくのかなという感じもします。インジケーターは少し分かりにくい状態ですね。 MACD はずっと下に下げておりますので、今、チャート自体も微妙に下に下げてはいますが、非常に弱いなという感じは受けます。一旦4時間足に戻ります。先ほど MACD の説明を忘れてました。ここですね、今ダイバージェンスのような状態になってきているなと思います。今は一旦はちょっと下げてきております。それに伴って MACD も弱含んでるんですが、今ストキャスティクスが安値圏に来ておりますので、一旦の反発上昇、そしてここの GMMA にも支えられて、一旦反発上昇してくるかなというふうに思ってます。そうなるとここでのレンジになってきますので、レンジになってきた場合、MACD がこの状態ですとダイバージェンス発生ということで、そこから
の下落を狙っていけるのかなというふうに思ってます。ただ先ほど言いましたようにここの 153.441 を強く上抜けてくるとここからの逆三尊感染で上昇していくと思いますので、もしここで上昇が弱含んでいる状態でここでのレンジになってくるとこの辺付近153.1 とか2とかいう付近でのショートで、ダイバージェンス発生での下落を狙っていけるのかなという感じもします。1時間足に戻しました。ですので MACD が今1時間足4時間足ともに弱含んできている状態ですので、一旦の上昇はあるかもしれませんが、そこからの下落の可能性を狙ってのエッジの効いたトレードができていくんじゃないのかなというふうには思ってます。ただポイントは 153.441 を強めに上抜けないという前提でお話ししておりますので、そこは注意かなと思ってます。本日は非常にトレードがしにくいなと思いますので、本日はというよりもここところずっとですねトレードのしにくい状態が続いておりますので、無理してする必要はないと思いますが、時間足を落とせば、できるのかもしれませんので、その辺は考慮してやっていく必要があると思っております。現在は個人的にはまだ下落の優位性の方を考えておりますので、上がってきたところがショートなのかなというふうには思ってますが、やはり高値圏にあって乱高下しやすい状態ではありますので、無理はされないようにお願いします。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。